パーーートレーナーのゆうはですね50歳以上の筋トレ優先順位ランキングということで体の全身、まあ、いろんなボディーパートがありますそのボディーパートを50歳以上の人の場合どこを優先的にやっていくべきか。 まあ、全身まんべんなくというのはね、一応鉄則ではあるんですけれども、まあ、それはまんべんなくバランスの取れた体を作りましょうということであって、ただこれは50歳以上の場合、まあ、衰えたところとか、あるいは崩れやすいところとか、まあ、いろいろあります。まあ、そういう要素も入れながら、どこを優先的にトレーニングをしていくか、一番重点的にやらなければいけないか、というところをね、僕の中で個人的なポイントを加算して、そのポイントが多い方を上位にしました。ポイントが少ない方をしたりしました。 まあ、その前全身10箇所に分けて、そのランキングを発表していきたいと思います。まあ、あくまでも個人の意見ではありますので、あの、50歳以上をたくさん教えているトレーナーとしての個人の意見ではありますので、まあ、ちょっとね、参考として聞いてみてください。で、そのね、50歳以上の筋トレー優先順位ランキング、第10位なんですけれども、これは前腕ね、前腕。まあ、この前腕ね、今ここに見てる人の中でも、まあ、それほどね、あの、重要視してない人もいると思うんですが、まあ、時々やっぱ前腕もね、こう、しっかりしたい、太くしたい、 っていう人もいますね。ちょっと見るときに、しっかりしたね、前腕かっこいい。まあ確かにね、これ、あの、前腕しっかりしてるかかっこよくなる、かっこよく見えると思います。あった方がいいんですあった方がいいんですけど、まあこの前腕というのは、あの、筋トレを普通にやったら、まつくんですよ。他を一生懸命やったらつくんですよ。まあ僕自身、前腕というのは特にね、あの、何も、今まで、一回もかな、あの、35年トレーニングしてきて、一回も真剣に前腕ゾリングしたことはないんですけれども、 だけどまあそれをまああのバーベル持ったりダンベル持ったりその重いのをギュッとかで自分で掴んでいれば勝手に作られるところなのでこの辺を一生懸命やるためにそういうものを握ってね持ち上げたりそしてまたそれやってる最中を持っているは勝手にできますのでまあこれはねあの特に優先順位をつける必要もなくあの他,の他の部位一生懸命やればまあつきますよということで第10位ということですねそして優先順位ランキング第9位なんですけれどもこれはふくらはぎですふくらはぎふくらはぎです まあここね、これはまああの見た目の上から言ってまあそこまでねあのまあ重要視し,しなくてもいいという意味ではポイントがちょっと低いところではありますけどまあ今のね夏のシーズンになると短パンとかになればまあ見えるところであるのでそれぞれねあのピシッとね引き締まった感じであればかっこよく見えるんですけどまあ僕のお客さんの中でふくらはぎのトレーニングをやっている人は3名ぐらいしかいないんですけどまあこの3名はなぜやっているかというと まあこの3名にとっては必要だからやってるんですね。で、何が必要かというと、とにかくね、あの、まずね、3人のうちの2人は、あまり歩かないんですよ。あまり歩かない。まあ、車移動がとにかく多くて、あんまり歩かないので、まあ、その筋トレをすれば、なんかこの辺の筋肉はそれなりについてくるんですけど、ふぐらはぎってやっぱ、ね、歩かなければ使わないし、でも歩いてれば使うし。 でこれをたまーにねごく,ごくごくたまーにねちょろっとやるとものすごい筋肉痛になったっていうふうなことをねあまり歩かない人は言うのであまり歩くことが少ない人の場合にはあえてね僕と一緒にやるときにもうそれを入れてるということですねあとはもう一人はですねあの歩くのは歩いてるんですけど一日の半分は東京に住んでて出歩いてるんでまあそれなりに歩いてるんですけどただふくらはぎはあまり使わない歩き方をしてるんですねだからこういうこともあるのでふくらはぎをあまり使わない歩き方っていうのは足をまっすぐこういうふうに歩いてるんじゃなくて足っていうのは ここ,ね、ここの部分ですねでこれがですねちょっとつま先外向きでペタペタ歩いてしまうまあ女性にはいない男性に多いですけどそうなるとふくらはぎ使わないんですよお尻辺りは使ってるかもしれないけどふくらはぎを使わないで歩いてるんで、まあ、それはもうちょっとふくらはぎを鍛えなければこれがまっすぐに戻ってこないし歩いてる時ふくらはぎ使ってるのはこれ,使いこれはやりましょうってことでやってるんですけどまあ,あのそういったようなね自分もこれ頭あるなという人はまあふくらはぎを入れてください。そして、えー第 8位なんですけども、これは腕。腕です。まあこれはもう二等三とね、これはあのもう同率あの8位ということで、これに腕と言いますけども二等三と両方同じ順位ということですね。まあ腕はですね、あのー、なぜ結構下の方の8位かというとね、腕が、腕をかっこよくしたい、太くしたいという人もいますけれども、まあ腕というのは正直言うとね、あのー、簡単です。トレーニングするのは簡単なんですよ。 だから他のね部位ほど重点的に一生懸命ねあのやらなくても後からやってもなんかうまくねつくんですよ。 二頭とか三頭とかって、まあ、あの、やってきついっていう感覚に至るまでって、全然初心者からちょっと行ったぐらいでも、すぐね、一ヶ月目未満でもうう、うきつっていうことは、ま、できるわけです。それはまあ効かせやすいということで、ま、簡単なわけです。それも日常、こう、手とか腕とか使って、この辺を使うのは、ま、得意なんですね。だけども、この体の中心部分っていうのが、普段、こう、オフィスワークだ、どうとか、その辺やってると、そして、まあ、ある程度、20歳から50歳ぐらいまで時間が経ってくると、結構動かすこと、意識することとか。いうの 下手になってくるので、だから大胸筋を使う。背中を使うという感覚がうまくいかなかったですだけど、2頭と3頭っていうのは感覚がすでに生きている状態なので鈍ってなのでまあ、簡単なので後からやってもつきやすいということなので、まあ、あのこれは順位は8位ということにしています。そして第7位ですけども、第7位は胸です。大胸筋はい、大胸筋結構持ってる下にあると思います。 まあ、大胸筋をジムの中ではね優先順位1位にしてる人もいるとは思いますけれどもジムでねあのこれちょっとねあの世界的な言葉としてはちょっとあるのがマンデーワールドチェストデーっていう言葉があるんですよ、まあ、月曜日になると週始めの月曜日になるとジム行くと大体みんな胸やってるみたいな、まあ、こういう状況が日本のみならず世界中のジムであるらしいんですよね、まあ、それはやっぱり大胸筋をつけたいという男の人がとにかく多くて 週始めの一番やるぞという時に一番最初の大胸筋を持ってくるという人がまあ多いみたいなんですね。分割法の中でね。まあもちろんちょっとね、あの二頭三頭先にやって胸を後にっていうわけにはいかない大胸筋が先っていうのもあるんですけど、まあ大胸筋に関してなぜこれが結構下の方がないかというと、まあ大胸筋をつけて何がいいことがあるかですよ。ね、いいことはまあまあ,あるだろうって感じですけども、まあこれは大胸筋をつけるとまあかっこいいというのはあると思いますね。まあそれはあると思います。 だけどねこれちょっともう一歩踏み出てかっこいい以外に体の機能として まあこれは自分が動くための助けになるだとか、年を取ったら衰えてきてやばいことになるとか、まあそういうこともないし、大胸筋を鍛えて筋力あったらすごくね、なんか生活の中でいいことあるかというと、まあ正直であんまないんですよ。<laughs> あの、単純に大胸筋はもう見た目がかっこいいだろ、ほらどうだという、まあ意味合いしかないということもあって、こっから上のランキングのところと比べると、その見た目だけの要素だけなんですよ。ある意味ね。見た目以外にそこを鍛えておいたらいいよ。 というね、その部分がちょっと薄いので、あえてこれランキングは下にしてます。で、大胸筋はまだね、あの、これも腕じゃないけど、どっちかというとみんな、あの、まあ、難しい難しいって言いますけど、でもまだね、つきやすいんですよ。それはまあ、寝転んでまだやってて、背中、背もたれをつけてね、やってるので、まだ負荷が逃げにくくて、 もう背中とかその辺とかもその辺で結構負荷が逃げやすいそれに比べたらまだつきやすいですし、これまあちょっと後で説明する部位と比べて、ちょっと使ってなかったから衰えるとか、というような部分ではないので、まあ大胸筋はね、まだまだ比較的つきやすいし、まあ見た目だけということでちょっと7位にしてます。そしてえランキング第6位なんですけども、これはお尻です。お尻大臀筋です。大臀筋。で、これはですね、 なぜ胸よりも上にあるかというと、まあお尻はあった方が絶対かっこいいです。あまり重視していない人もいますが、人があなたを見たときに、まあ大胸筋も見るかもしれないですけど、全身を見るわけです。全身を見たシルエットを見たときに、このお尻のところの盛り上がりも男であってもお尻のところ盛り上がりがある方が、綺麗に盛り上がっている範囲を描いている方が、まあやっぱりかっこいい、生き生きしている、躍動的みたいな、そういうイメージを持たれますね。それはもう見た目の上で大胸筋とまあ価値としては同じぐらい、 見た目を良くするということはあると思います。でお尻を鍛えていると逆にいいことというのはやはり体の身が軽くなりますね。動くのはお尻があるとやっぱり階段を上がる、歩く、走る、何をやっても自分の動きは軽くなる、楽になるというねやっぱりそういう動くためのこのメリットが大きいです。でこれが衰えてる人っていうのはここから50歳以上どんどん,どんどん歩くのが遅くなっていくんですよ。 でゆっくりしたおじいちゃんになっていくので、まあ、そういうのを妨げるためにはお尻を絶対鍛えた方がいいということなんですね。で体を支えるためにはすごく重要なポイントです。そういう意味で見た目以外に機能を上げるためのポイントも高いということで6位になっています。そして第5位なんですけど、背中です。背中。 これはね、あのー、まず背中の筋肉あると、当然こういうね、逆三角形、このラインを描いていけば、まあ、かっこいいという、まあ、見た目の問題もあります。まあ、僕からすれば、大胸筋の背中は表裏一体で同じぐらい重要で、まあ、同じぐらいかっこよさを引き立てるとは思ってますね。で、これ背中は、あのー、まあ、 昨日というかですねあの年を取ってくると5060度がなってくるとだんだん皆さんねこういうふうにこうなってくるわけですよ筋トレもしてなくて何も気をつけなければだんだんこうなってくるわけですだからこれ背中を鍛えなければこういうふうに戻ってこないわけですよ単純に背中が伸びて緩んでるからこうであって背中を締めるだけの筋力普段立っても何やってもこれを引いてるだけの筋力がなければいけないし締めるということを練習しなければ伸びたままになるわけですねだからそういった見た目の格好良さというのは筋肉があるかどうか大きいかだけ でなくそれがいかに姿勢を作っていくかというところも大切なこの背中の役割なのでそういう意味でまあ見た目とそのより見た目の別な意味の見た目をね良くするということでもう背中の順位はまあ5位ということにしてますねそして第4位なんですけど肩です肩はいこれあの僕としては肩のその見た目を良くするポイントというのがすごく高いです まあこれはあの、まあ背中胸も重要ですけども、まあ胸はね、まあまあある意味ね、そこそこそれなりになんかちょっとそれなりについてればいいと思うんですけど、肩に関してはね、やっぱりしっかりついてた方が絶対かっこいいですね。まあこれは T シャツ着てもこの貼りっていうのは分かる点もありますし、この部位っていうのが、 さっきのね大胸筋に比べると年を取るとどん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 衰えてくるところなんですよ。衰えるっていうのは重力が下に向いてるんで腕がぐーっとこう引っ張っていく。引っ張っていくと肩関節下がずっと落ちていく。 落ちていくと下にも落ちるし前にも落ちるからとにかくこういう肩ちょっとしょぼんとした肩になっていくというのはもう年を取っていく方向なのでそれに抗うためにはやっぱりサイドレーズショルダープレートしっかりやってこれを上げる幅を広げるでこれをやっていくことがやってない人の差をグッと大きく広げるんですねイメージをね なので、このね、大胸筋のインパクトっていうのは、その意味合いは20代と50代のその大胸筋のインパクト僕はあまりその同じだと思う。でも、肩の筋肉があるない、肩はしっかりしているというのは、この20代や50代で意味合いが全然違うと思うんですね。やってない人はグッと下がっていくから、それを上げてるという、この差が大きいので、そういう意味では見た目に寄与するその肩の重要性っていうのはすごく高いということですね。まあ、あとはやっぱりねショル、ショルダープレスとか肩をやっていくということが、あの腕が上がらないということは、 妨げられる運動なので、まあとにかく腕を上に上げた方がいいというのもあります。まあそういう意味でこう4位になってます。そして第3位なんですけど腰です。腰はい腰いわゆるまあここの脊柱起立筋で脊柱起立筋えっ、ー、と見た目には一般的にはそれほどねあんまり重要ではないと思いますが。 見た目っていうのがその大胸筋とか肩腕みたいな分かりやすい見た目ではなく、まあ、さっきの背中ではないですけどやっぱりこの脊柱起立筋の腰だけでなくてずーっと上まで伸びてるんですけどそれが緩んでる伸びてる状態というのはこういう状態です。 腰も丸まっちゃいますこれやっぱり引き締めておく必要があるわけです。縦に、さっきの背中をこの上半分をこういう感じだったんですけど、この縦のラインをしっかり締めておくっていうのがこの腰なわけですね。だからこれをやっぱりしっかり鍛えていなければ、どんどんこうなる。重さに重力に負けてくるんですよ。こっちに今とね。だからこれを重力に負けないためにはこれが必要ということ。そのためにやっぱり腰はきちんと鍛える。筋力を鍛える必要もある。 でもそれからやっぱりそこをきちんとねデッドリフトとかスーパーマンとかそういうのをやっていくことで、まあ、やっぱり腰痛になりにくい腰というのは作れるわけですねかなりリスクを避けられますあとはまあでも見た目としてもね脊柱起立筋がここからね 下からぐーっとねきちんとね走ってるねその背中の場合にはこれ女性でも男性でも結構見た目かっこいいですよあのー、ちょっと上半身裸になった時になりますけどもそこにきっちりね脊柱技術がある背中っていうのはやっぱかっこいいですよだからこれやっぱり機能と見た目の両方合わせるとこのポイントランキングかなり上になるんですもう機能の方のそのポイントがすごく大きいということですねだからこれは腰は第3位ということですそして第2位ということが腹筋お腹ですお腹で当然お腹重要です はい。見た目にも、まあ、割れてた方が、まあ、かっこいいでしょ当然です。だから、しっかりやる必要はある。優先順位、ね、高めにやり姿勢はある。それから、やっぱり、腹筋を鍛えてなければ、姿勢、これも、ここがガッと落ちちゃったりとか、するから、もう、かっこ悪いですね。こういう状態ですね。あとは、腹筋がしっかり固められてなければ、今言ったエクササス、ぜーが、なかなかうまくいかない。 力むここここことととがでででできききなななないいいいいからううううももってくるのでやっぱり腹筋が強くなければ体を動かすことに対して中心でまとめる力がなくなってきますのでとにかく筋トレがうまくいかないそして普段の生活でも体がまとまった動きができないのでちょっとダサい動きをしたりとか鈍いとかいう感じになってくるこれもねやっぱりその動きが鈍い良くないっていうのをまあかっこよさ見た目には影響していますのでまあここはねすごいいろんな意味合いで腹筋というのはやっぱりねえしっかりやってた方がいい順位が高く2位ということですね。 そして、えー、優勢順位ランキング一位というのが今出てないのどこでしょうかどこでしょうかはい足です足まあ足という概念がどこなのかなんですけど大体主筋ハムストリングス なんなのみたいな感じですけど、まあ、これはもう大体正筋、ハム、両方ではありますし、まあ、正直言うと、さっきのお尻も含めて全部、こっからした全部の、まあ、運動ということね、足の運動ということです。だからこれもス、スクワットブルガリアン、スクワットバックランジ、まあ、その他の、まあ、ジムでいうのは別にレッグエクセンドのカールもありますけれども、まあ、足の運動も全般ということになりますね。もう足、もうこれはもう見た目にも当然重要です。見た目っていうのは足の筋肉いっぱいあった方がいいよっていう、 わけではなくて、やっぱり足をしっかりやっていくことによって、大きい筋肉、大きい筋肉で、さらにスクワット、ブルガリアスクワットやっていれば、この辺もしっかりですから、当然エネルギー消費が大きいので、もう安やすい体脂肪がつきにくいということですね。だからもうこの辺のとにかく全身の体脂肪を落として引き締めるには、絶対足の運動がすごく重要ということですね。で、さっきから僕は姿勢どうのこうのって言ってますけども、姿勢のね、あの、この辺の姿勢っていうのは、この辺の問題だけでなく、実際には 足の裏から頭のてっぺんまでしっかりまっすぐ立てるかどうかということは重要なんですね。だからこれは足の運動、つまり地面を踏むという、そこの運動をやっていかなければ、縦まっすぐにピーンとした姿勢で作れないですよ。部分部分でやってもそれは作れなくて。 ブルガリアンスクワットスクワットそういうものをやっていくことで縦にピンと伸ばす力を足の運動することで作っていけるんですねただそういう意味であの本当に全体的な姿勢を良くするためにはもう足は絶対必要ということそれから足の運動をしっかりやっていくということがホルモン分泌をね良くしていくには一番効果が高いことなのでそれは胸とか肩とかよりも全然足の運動やった方がホルモン分泌がどんどん良くなりますのでそれ自体が自分をね若い方向に持っていく力があるわけですねそしてまあ足の筋力があれば まあこれは当然のことならこれ以降の年齢の場合にはもう絶対有利なわけですよね。とにかく受ける60、70、80、90歳になれるわけで。なのでまあ僕のね、えー、クライアントでも今ね、73歳ですけど、それでもね、ブレーカースクワットはやってもらってます。で、それを3セット、4セットもう全然できます。ですごく足が丈夫です。 まあそういったようなね、やっぱこれから先の人生考えたらやっぱり足というのは重要ということですね。全ての見た目にも、そして機能的にも、もうあらゆる面で重要ということで、足が第1位ということになりますね。はい。そんな感じでね、1位から10位までありますけれども、これなぜこういうランキングをね、発表したかというと、まあもしね、時間がない場合には、何を優先的にやっていこうかやっぱ考えなければいけないです。だから、やっぱり仕事が忙しくて、1時間しかね、トレーニングする時間がない、40分しかないという場合には、前腕と 膨らゲはまあしなくてもいいでしょう。うそれは上から順番に絶対やらなきゃいけないことをやってった方がいいし、もっと時間がない場合には、腕はとりあえず置いといて7位より上をやっていく必要があるだろうし、あるいはその中でどれに対して時間をしっかりかけていくかということもね。このランキングから考えていくまあ。そういうね。ちょっと参考にしてもらえればいいかなと思いますので、ぜひね。自分のプログラムを見直しながら、その優先順位考えてみてください。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグライブもやってます。フォローよろしくお願いします。パーサナルトレーナのユーのゆうじでした。